メラクはイタリアのマセラティで開発、1972年から1982年まで生産された高級スポーツカー。1972年モンディアル・ド・ロトモビルにて発表。マセラティ・ボーラの弟分的存在として、ボーラをベースに、当時のマセラティの親会社、シトロエンと共同開発された。開発コードは、TIPO122。デザインは、ボーラと同じく、ジョルジェット・ジウジアーロが担当。ボディの大半をボーラと共有しており、サイズでは、ボーラとほぼ変わらず、外観上も前から見るとボーラとの差異は、細かな部分にしか見られない。しかし当時流行の、スーパーカー=、ファストバックというスタイルは、ミッドシップ車では、エンジンルームの換気に問題が多いため、エンジンフードを露出させて、排熱効率を高められる、ノッチバックスタイルとし、ファストバックのリアピラーを模した肥料を加えるデザインを採用した。この斬新なアイデアにより、ファストバックと同様のシルエットの維持と、エンジンルーム排熱問題解決の両立に成功し、またボディにボーラと共通の部分が多いにもかかわらず、ボーラに比してスリークな印象を与え、後方視界の改善と同時に、外観上のアクセントを得ることとなった。このデザインアイデンティティがメラクの特徴であり、マセラティの名車として、スタイリングで成功を収めたマセラティギブリと共に並び、語られることも多い。2シーターのボーラとは異なり、2+2の4人乗りだが、後席は非常用の扱いで極めて狭い。メーターパネルはシトロエン SM から流用され、エンジンはマセラティから、シトロエン SM に供給されていた 3.0 リットル DOHC V6 エンジンを使用、ミッドシップに配置する。最高速度は時速 245km を記録した。このエンジンは後日の油圧ポンプを駆動するための非常に長い補気シャフトを持つ。V8 を積むボーラよりエンジンが短くなった分、メラクは後席用となるスペースをやや広げることが可能になった。車種はスチール製モノコックとマルチチューブラーフレームの組み合わせである。前後、ブレーキ、及びリトラクタブルヘッドライトの動作には、シトロエン独自の油圧システム、ハイドロニューマチックを採用している。この油圧システムは当時としては非常に高度な機能を備えていたが、反面高い油圧を維持し続ける必要があるため、スーパーカーとしては致命的なエンジンのパワーロスが生じ、また配管の継ぎ目の多さから慢性的なオイル漏れは避けられない状態であった。結果、メラクの信頼性はこの油圧システムを採用したことで、当時の水準から見ても低いものとなった。1975年、ジュネーブモーターショーにおいてパワーアップしたメラク SS を発表。シトロエンとの関係を断ったため、シトロエンとの部品供与も廃された。エンジンは 3.0 リットル V6 をそのままに圧縮比を上げるなどの改良を施し、最高出力220馬力、6500rpm、最大トルク 28kgm、4400rpm まで高められた。1976年、トリノモーターショーにてメラク 2000GT を発表する。これは新たな親会社となったデトマソの指導のもと、イタリア国内での排気量に関する税制上の優位性から 2.0 リットル V6 エンジンを搭載したモデルである。2リットルエンジンとはいえ、最高速度は時速 220km を誇った。1983年、生産終了。総生産台数1830台、生産期間12年という、マセラティとしては A6 ビトゥルボに次ぐ長寿車であった。ありがとうございます。